ちょっと久しぶりな気もしております。緊張するんですけど、よろしくお願いします。はい、ということで、前回のメンバーからの宿題もね、やっていきたいんですけど、前回のメンバーがリカさんで、よいしょ、じゃん。関西弁で自己紹介してください。しちゃったよ。しちゃいました。もう一回自己紹介聞いてくれますか？で、関西弁。難しいな。大丈夫かな。関西弁ってなんだ？関西弁の挨拶って何ですか？よ、よ、みたいな。怒られる？井上和也で。よろしくやで。頑張るやで。ありがとうやで。難しい。毎度。毎度って関西弁なんですか？あ、コメントが早い。あ、意を決行にさせてね。なんだろう。おはよなぎ。違うな。それは違うな。ちょっと待って待って待って、どうしよう、収拾つかない。いおき、いおきってどんな感じ？いつも。おはよう。今日どうやった？元気やったか？終わります。ちょっと待って、本当に 関西弁って難しい。やばいよ。全然できなかったけど大丈夫かな。ごめんね、こんなグダグダで。 今日も一日、違う、この30分頑張っていくから見ててくださいね。はい、ということで 乃木曜日選手権をやっていきたいと思います。まあ、今週の競技は先週に引き続きスポーツの秋ということで、ピンポンリフティングです。ラケットのピンポン玉をどれだけリフティングできたかを競います。週の中で最も多くリフティングした人には素敵なプレゼントが贈られます。ということで、先週はいおきとりかさんがやってたみたいで、いおき真央13回、佐藤りかさん56回だって。56回ってすごくないですか？超えられるかな。ちょっと不安だし、まずやったことがないので頑張ります。これ秒数とかあるんですか？あ、違うか、回数か。よいしょ、じゃん。ピンポン玉と用意しました。どうしよう。始めますね。始めますよ。いきます。せーの。ちょっと待って待って。これカウントされました。あ、もう一回ありがとうございます。どうやってやるの？まず映ってますか？わかんないな、この映ってんのか怪しい。いきます。止まるんだけど。 何回ですかね。あれ、ちょっと待って。消えちゃった。 来ちゃった。どうしよう。本当にどうやってやるんだろう。ちょっと待って、落ちてくるじゃん。ちょっと待って、大丈夫かな。いきます、ラス1いくよ。
でした。はい、ということで、こんなに難しいんだ。おいしょ、悲しい。あ、でもなんか見栄え的にはいいっすよ。じゃん。一回でした。あ、でもなんか、うん。一ってなんか変に2とか3とかじゃなくてよかった。一回でした。ね。え、あのさ、これ全然換算しなくていいから本当にどうやってやるのか分かんなくて、せめて5回5、6回ぐらいはできるようになりたい。ちょっとやってみていいですか。失礼します。ちょっと待って、ああ、ちょっと待ってできたよ。あ、立って立ったら顔見えないじゃん。でもちょっとさっきつかめました。ちょっと待って、ああできたできたできた。 3,4 回ぐらいはいけました。満足。はい、じゃあ次に行きましょう。はあ、なんかもう疲れたな。はい、こっからはね、あの乃木指選手権も終わったのでフリートークということで、なんだろう、何話そうかな。あ、そうそう、今日さ、ツイッターの方で、違う、 X の方であの告知があったんですけど、着物ブランドのイメージモデルを務めさせていただくことになりました。見てくださった方いらっしゃるかな、いるかな。お、おめでとう、だってありがとう。そう、撮影させていただいて、何着ぐらい着たのかな、そう、とにかくいっぱいね着物着させていただいて、すごい楽しかったです。撮影も、あ、見たよってありがとう、嬉しい、よかった、素敵だったよってね、嬉しい。そう、着物やっぱすごい好きだからさ、まあ、あんま着る機会多くはないけど、って言ってもあのスタタンで多分2回ぐらい着てるんだけどそう、これからね私も成人式があったりとかするので、この20歳になる前、20歳になるタイミングでこうやって勤めさせていただけるのはありがたいなというか、本当に嬉しいですね。やった。振り袖、振り袖の色はねまだ決めてないんだ。まああやめちゃんと2人でなのかな、成人式はどうなるのかまだ分かんないけど、でやるのかはどうなんだろうな、まあそう、先輩なんで、あやめちゃんの方が、あやめちゃんが色決めてから私も決めたいと思いますね。まあでも2人揃って同じ色でもそれはそれでいいと思うんですけどでもまあなんか被らない方がいいかなと思うので。何色なんだろうね、あやめちゃん。私自分の色よりもやっぱあやめちゃんが何色着るかの方が楽しみ何でも似合うもんな、やめちゃん。肌白いから赤も可愛いし、あやめ色、紫、いや緑も似合うだろうし、なんかシックなね黒とかでもかっこいいし、迷うね。いや、何を迷ってるんだって感じですけどそうですね、まあどうなるか分かりませんが、楽しみにしててくださると嬉しいなと思います。あと最近何があったかな、
本当にねコメントが早くて全然わからない、どれだ、どうしたらいいんだよいしょ、あーそう赤ね、サイリウムカラーだし赤好きですよ。あ、揃えても可愛いと思う、わかるよいしょちょっと待ってね、コメントを頑張って読んでます。あ、ガルアワ、ガルアワも見てくださいましたか。あの乃木坂は一番最初のアーティストとして出演させていただいて、そうトップバッターで、であとは個人としてはランウェイも歩かせていただいて、ね、見てくださった方ありがとうございました、嬉しいすごい緊張しましたよ、とっても。まだちょっとね上げてないからトークとか上げれたらいいなと思うんだけど、ちょっとだけ待っててね。よいしょ、やっぱコメントをねゆっくり読んでたらね新しいコメントに追いつけなくなっちゃった。え、すごいいっぱいありがとうあ、楽しみ、呼びハートください。はい、どうぞ。あー、こんばんはあ、そう、スター誕生ライブの話もちょっとしようかなと思っていて、スター誕生ライブが11月2日と3日に横浜アリーナで、2日の夜と3日の昼夜で3公演開催されるんですけど、来てくださる方、はい、はーい、いるかなはーい、あーすごいいっぱいありがとうそう、行くんです、ごめんごめん、ちょっとコメントネタバグっちゃった。私はあの見に行くんじゃなくて私は出るんです。そう、実は出させていただくんですけど、そこでねあの1曲披露させていただく曲もこの間発表されて、君の知らない物語って楽曲、スーパーセルさんの楽曲を歌わせていただくんですけど、いやーめっちゃね曲選ぶの迷いました。とってもなんか、何がいいかなと思って、なんかなんとなくアニソンがいいかなと思っていたんですよ。だから候補にあった楽曲をとりあえずカラオケに行っていろいろ歌ってみて、でそれで結局この楽曲君の知らない物語にしたんだけど、いやーこれでよかったかなーって、大丈夫かな歌えるかなって不安はねあるんだけど、でもすごい好きな曲なので頑張りたいですね。あ、そう、他に候補曲、他の候補曲はですね、あのソードアートオンラインってアニメの一期一番最初のクールのオープニング主題歌、オープニングだね、主題歌のクロッシングフィールドとか、あのグレン・ラガンの主題歌のあれ今題名が出た、サライロディーズとか、あと何があったっけな、あ、3分の1の純情な感情とか、いろいろ考えてましたね。で全部歌って、なんかちょっと意外性を出したいなとかちょっと思って、なんか前回がね創世のアクエリオン歌わせていただいて、なんかそれが結構、まあ、ザ・アニソンというかこうアニソンらしい歌い方だったりとか、まあ、私は好きなんですけど、すごくだけどなんかその去年とはまた違う
だなと思って、君の知らない物語にしましたね。あれも悩んだよ、あの日、あの花のなんだっけ、青いしおりとか迷いましたね。でも一生懸命頑張って練習してるので、楽しみにしててください。皆さんよろしくお願いします。そう、ちょっとこれ話していいかな、うん、まあいいだろうまあリハーサルをね、リハーサルというか、まあ、ボイトレも一生懸命みんな頑張ってまして、ライブに向けて準備してるんだけど、ちょうどこの前通しリハが終わってみんなのね歌をね聞いたんですよ。ソロ曲をそのリハーサルで初めてみんなの聞いたんだけど、いやめっちゃ楽しみよ。超いいからみんな、マジでマジでとか言ったらあれだけど、本当にどの曲もうわ選曲よいいグッって思ったし、私さあんまり知らない曲が多いんだよね、というかそもそもなんて言うんだろう、あんまりたくさん曲を聴いて育ってこなかったから曲はあんまりたくさん知らないんだけど、なんかみんなのソロ曲も実はね全然知らない曲も多くて選んだ曲でも、なんて言うんだろうなったし、誰のが楽しみかな、もう全員楽しみだけど、でも桜の、あの生き物係さんの桜とかめっちゃ良かったよ、めっちゃ良かったよね、勇気の曲も全然知らなかったけどめっちゃ好きだったし、愛の歌めっちゃ楽しみ。そう、私たちも楽しみなんですよ、本当に普通にみんなの歌聞けるの、だからね楽しみにしててくださいませ。そう、ゲストさんも、豪華なゲストさんが来てくださるのでね、ぜひぜひよろしゅう。あとはなんだなんだ、何話そっかな、何話す、なんか質問ありますか。あ、そう、あ、何にハマってる、最近ハマってること、あ、最近は何にハマってんだろうねうーん、あ、でもお料理は好きです、それなりに。お料理好きで、今日はキッシュを作りましたよ。でもね、食べきれなくていっぱい残ってる家に、だからどうしよう、もしかしたら今晩誰かメンバーを呼んで食べてもらうかもしれない。本当にあのキッシュどうしようってぐらい結構ちゃんと残ってる。売ってください食べます、やめて、君たちの元に届く頃にはカビちゃってるかもよ、やめましょうやめましょう現実的じゃないわ。ご飯行こうって誰ですかご飯行こう、そんな一緒に行ける距離にいるの、カビでも食べ、やめなさい、カビ出たら食べちゃいけません、カビに、ま、いやカビには負けますよ、人間ちゃんと人間なんで、ダメだよもうみんなすごい勢いで何でも話すんだから、ダメダメ。
カビでも食べていいのはチーズ。そうね、カビてた方が美味しいものもある。それとこれとは話が別です。キッシュはカビてたら食べちゃいけませんよ。ダメです。一緒にライブ見よう。何のライブ？スター誕生？私は見るんじゃなくて出るんだよ。さっきも言ったでしょう。どうしようかな。秋服買いました。あ、秋服、これ今日おろしました。秋服っていうのか分かんないですけど、今日めっちゃ寒くない？今日めっちゃ寒いですよね。なんかこれでもなんか、ちょっと分かるんだけど、この穴からね、風がね、シュシュシュって通り抜けちゃってね、寒くて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 、本当にびっくりしちゃったよ。あ、こっちはそんな寒くないよ。あ、そっか、東京はね寒いんですよ実は。ね、秋が、ま、あっちゅう間に終わって冬になっちゃいそう。あ、でも紅葉見に行きたいな。風邪ひかないでね、体調気をつけてねって。ありがとう、優しいね。いや、気をつけてください皆様も。体調にはね、体調崩さず元気出るのが一番ですから。北海道初雪降ったの？え、本当に？え、本当に北海道初雪降ったの？降りました。え、北海道今マイナス1度とかなの？嘘、やば。知らなかった。今日ほとんど携帯見てないからさ、私全然、いや、ニュースつけてたはずなんだけどな。岩手も、うわー、大丈夫ですか、北海道の方。北海道から見てくらし、え、あれ待って、北海道って今アンダーライブあ、違う、え、今大阪か。そうだ、大阪でした、ごめんなさい、紛らわしい。あ、びっくりした。アンダーライブで北海道行ってるのに雪なんか降ったら大変だよって思ったけど、大阪でしたね。と言っても、北海道28、29だからすごい寒い中のライブになりそうですね。あー、大変、とっても楽しみですね。アンダーライブ絶対見に行きます。いつ見に行けるかな。 お、やばい、意外と30分あっという間ですね。7時24分ということで、そろそろ次の来週のメンバーにの宿題決めていきたいなって思うんですけど、どうしましょう。よいしょ、フリップ、じゃん。 来週のメンバーはね、来週じゃないよ、明日だよ。違う違う、明日です。ごめんごめん、ごめん、今日なんかおかしいね。あんまり、ちょっと今日は人としてあんまり喋ってないから バグが多いかもしれないんだけど、明日のメンバーは、ドゥル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 でん、小川彩ちゃんです。小川のあーやです。あやちゃんへ。あやちゃんとか呼んだことないな。お、イヤリング取れた。あやちゃんへ。よいしょ。どうしよう、何がいいかな。トマト農家。あー、あれか。あ、トライアングル。トライアングルマガジン。まだ発売ではないですよね。まだ見てないもん。あ、関西弁で全力ブリッコ30秒。いいな。
ねえ、関西弁、可愛い関西弁教えてくれませんか？あゆに言わせたいかも。何？なんだ？なんか積んでる、めっちゃ好きやねん。あ、なるほどね。なんでやねん。むっちゃ好き。めっちゃ好きやで。これめっちゃトマトやんって。あやに言わせんの？せやで、水筒。あ、ね。ちょっと私今日関西弁になったんで博多弁にしましょうか。あ、でも関西弁いいな。でも関西弁にする。どうしようかな。愛が足りひん。ちょっと待って。あ、博多弁でミクに告白いいじゃん。マジで本当にちゃんと怒られそう。私博多弁でトマトをめでてください。それちょっと難しいんじゃないか。よいしょ。結局ちょっとなんかほんまに怒られそうなになってしまったけど、はーい、あやちゃんへ博多弁で一ノ瀬に告白してみようということで、博多弁ってこれで合ってるよね。私大丈夫かな。もう帰っちゃった。まあいっか、後の祭りだ。よし、ということで、はい、来週も楽しみに、違うね、明日もか、明日も楽しみにしててくださると嬉しいなと思います。これ定期的に金木犀好きって聞いてくれてる人がいる。金木犀好きだよ。はい、ということで、うわー、もう終わっちゃう。あっという間でしたね。あっという間だった。楽しかったですか？明日も見る。ぜひぜひ見てあげてください。見てあげてくださいってか、見てくださいね。絶対だよ。30分早いね。びっくりしちゃった。スクショタイムはちと時間がないかな。はい、ということで、すごい30分楽しかったです。ありがとうございました。またいつかの呼びでみんなと会えたらいいなと思います。楽しみにその時を待っててください。じゃあバイバイ。ちょっと待ってね、切るね。今ここかな。うん、じゃあね、バイバイ。